か帰ってこないから、うん、そう、ごめんね、ちょっと1階に染まっちゃったから、はい、ありがとう。弟よ、これがホストクラブの緑茶だ。池袋で年間店舗売上10億超えを突破したホストクラブ、アーバンリリアン。そんな伝説級のホストクラブに、新進気鋭の若手ホスト朝倉未来がいた。2022年の11月に開催されたチーム対抗看板争奪戦で、見事チーム1位に加え個人1位にも輝いた期待のルーキーである。残業も月130時間ぐらいしてるのに手取り13万とかでしたからね。実家のお母さんとかから今なんか冷凍保存のものを送れるじゃないですか、はい、それを食べるみたいな生活してました、ね、今日実は、はい、実家の福島の方から、はい、おばあちゃんと弟が来るんですけど。あ、そうなんですか。はい、駅で待ち合わせしてるんで。前回壮絶な過去を語っていただいたミクトさん、家族を支えるためにホストを目指していた彼が、福島にいる家族を自分が働くホストクラブに招待するとのこと。緊張しますね。あ、お久しぶりですね。めっちゃ久しぶり。元気元気だよ。よかった。会いたくてこの子も、ね、4年もなんと大きくなるね。元気そうでよかったわ。もう本当に心配で一度来たいと思ってたんだけど。いや、ありがとう、遠いところなのにね。最後に見たのだって中学生ぐらいの時なんで、ね、もっとちょっとちっちゃかった。マジで大きくなったね、本当ね。よかった。おばあちゃん縮んだ。おばあちゃんね、いや、あんまり変わりないけどね。いや、でも元気そうでよかったよ、本当に。うん、元気っていうか、おばちゃんに会うからから元気なんだよ。そうなの、よかった。相変わらずね、すごい緊張してるから、はいはい、逆におしゃべりになっちゃったのかもしれない。そうだね。待ち合わせ場所にいたのはミクトさんのおばあさまと弟さんでした。福島からはるばる池袋まで来ていただいたのだ。初めて多分ホストクラブ行かれると思うんですよ。うん、結構緊張するっていうか、ね、不安。いや、多分ね、怖いと思うよね、マジでね。テレビとかで、うんうん、見るとやっていけるのかな、なんか優しすぎるから大丈夫なのかな。なんとかやってるよ、マジで。一番心配してましたね、家族の中で、うん、おばあちゃんが一番心配してくれてました。じゃあ早速お店行ってみましょうか。はい、行きましょう。お連れします。じゃあ家族を連れてミクトさんはアーバンリリアンへ向かう。まあ、すっかり都会の子っぽくなっちゃってねえ、もうないよね、福島の子っていう感じがね。自分では言わないで、本当わざわざ東京にね。いや、そうなんですよ。僕ね、だってあれでしょ、どこか観光するってわけでもなく。そうだよね。でもちょっと銀座プラス行ってきちゃった。さすがやな。でも元気やな。でもなかなか帰ってこないから、うん、そう、ごめんね、ちょっと帰りづらかったのもあるけどね。そう、東京あんまり来られないですか。来ないけど、やっぱり人が多いね。人多いよ。人、え、もっと多いね。土日とかもっと多くなる。あ、本当に。そう、結構多くなる。今より？今より、でも 2,3 倍ぐらい多くなる。福島の結構田舎の方って。めちゃくちゃ田舎ですよ。山しかない。会津若松ってとこなんですけど。あー、山だらけですね。東京でホストという職業をしているミクトさん、そんなお孫さんの今の姿を見てどう思うのでしょうか。ちょっとドキドキしちゃった。確かに。変わりすぎてドキドキするよね。ごめんね、本当に。でも顔色とかも良くて、なんか心配したことじゃないのかなと思う。ああ、よかった。緊張で顔色ちょっと悪いと思ったけど、そんなことないから、よかったよかった。福島と池袋の街並みを比較して驚くおばあさま。都会の光に圧倒される。すごいでしょ。なんかこんなんマジで本当に多分街出てもないよね。街出てもない。ないよね、マジで。じゃあ昔はミクトさんどういう風に遊んでたんですか。僕ですか、はい、僕バスケやってたんですよ。あー、なるほど。だからそうっすね、ストバスのコート行ったり、うん、
カラオケ行ったりですか。で冬スノーボードしたり。カラオケとかあったんですね。カラオケはありました。さすがにカラオケありました。子供の時とかどんな遊びしてるの。子供の時ね、結構泣いた。正義感強くて、上の子とかにも人がいじめられたら寄ってって殴ろうとして殴られて泣いてきたっていうパターン。全く記憶ないけどね。ミトさんらしい気がする。無駄な正義感だけ多いっつって。変わってないかもね、あんまりね。大人になっても変わらず。変わらずそうなんだろう。でも、ぱっと見は変わんないよ。あ、本当に変わんないけど、垢抜けた。あ、嬉しいね。マジで言い方良くないね。ついていけないかもしれない。ついていきたい。弟さんとかって何やそんな。いやでも喧嘩ばっかりしたね結構。あ、そのちょっとシャイだからいじったりするとめっちゃ怒るんですよ。だからちょっと僕いじりすぎちゃう。女子ものだから結構いじっちゃうんですよ。一番サイコパスな感じなんですよ。静かで切れると怖い。だから喧嘩とか勝ったことないかもしれないです。ミットさんが一番やっぱりこう家族の中では一番ムードメーカー。そうですね。いなくなったそのしばらくの間はなんかシーンとしてましたよ。やべ、痛みますね、こう言われる。でももう慣れたけど。いや、ごめんね。そんなこんなで話をしているとアーバンリリアンの前まで到着いたしました。行きますか、早速。はい、行きましょう。家族をエスコートするミクトさん、さながら営業中のようです。あ、いやー、もてなし。そりゃ家族を連れてビップルームへ向かいます。こっちです。おばあちゃん持ってくれ。全然暑かったら脱いでも大丈夫だよ。大丈夫、そのまま荷物下ろしてくれ。いつもこんな風にやってるの。ああ、そうよ、いつもこんな感じよ。せっかくなので家族にドリンクを入れることに。営業中のように慣れた手つきでドリンクを準備するミクトさん。家族と和気あいあいとするミクトさん。それでは先ほどインタビューで言っていた家族に会わなかった理由とは。いやー、でもやっぱり第一にそのやっぱ夜食って世間からのやっぱりあれがあるじゃないですか、偏見の目というか。か怖くて、なんかまあおばあちゃんもそうですし、両親もあと兄弟とかも話を合わせたくないなと思って、そのまあ結構いいところに勤めたんですよ、会社自体を。だからそこからまあ落ちて、で悲しむ顔が見たくなかったんで、なんか僕の中に一つ年間で1億売るまでは帰んないとか連絡取るつもりなかったんですけど、ふと思った時に会いたいなって思って。おばあちゃんにも会いたかったし、弟にも会いたかったし、で今日本当に密着っていう機会をいただいたんで、4年ぶりに会えて嬉しいです。ホスト疲れたってなった時に、あの携帯の連絡先におばあちゃんだけ残ってたんですよ。そう、消せなくて、マジで見るたびに風呂まで泣いてたんですよ。結構辛いなぁ、帰ろうかなって思いつつ、それにずっと葛藤してましたね。負けないように、負けないように。今後どんなホストになってもらいたいんですか。本当に楽しんで上目指してくれたらいいなって思う。あー、嬉しい。頑張るね。いつか俺も店、なんかね、代表とかっていうのがあるんで、うちのお店で言えばプロデューサーの電話で話してる、あばらいれんじさんっていう人がいるんですけど、プロデューサーっていうんだけど、まあ、その一番でね、まあ、そこまで頑張るねって、おばあちゃんもこうやって言ってくれてる。辛くなった時はいつでも帰ってみたいな。本当泣き言とか言わないから。辛くなったらお正月とかね、お盆とか帰りたいですよ。うん、いつまでもここにはいられないよ、進むしかないんだ、明日を歌うためだけ。次回、
感動のサプライズに店内全体が感動と温かさに包まれる。家族の絆と思いとは。アーバーニューヤー求人募集、イエーイ。月間1億1300本オーバー。そして毎月、いっちゃったよ、毎月新規指名の人が120本ぐらい。やばい、すげえけどお前が言うのと安いな。まあ、アーバーギーにはもう有名なお店なんですけども、あばれレンジがいるんで、SNS 研修、もう僕がちゃんとしっかり教えて、もうみんな有名なプレイヤーにするんで、またこの動画を見て、この店に入ってくれた方には、1ヶ月間、研修がご飯保存する。これガッチ1ヶ月間2ヶ月間保存するんで、1ヶ月間俺もな、もう。1ヶ月間、料費無料です。料費無料で、アクセント系は全部無料に。